こうおしゃれ合戦の中にいないというか、その渦中の中で、うわ俺がかっこいいんだ、お前よりかっこいいんだっていうものではなく、もうただこれが気に入ってるから僕着てるんですっていうような時代に流されないものを作りをしてるっていうのは。こんにちは、ベルの竹内です。今日は冬のカジュアルアウターはこの4つから選べば間違いないということをお話ししたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。まあ、今までの動画をご覧になっていただいている方は、あれ今日はニットなのっていうふうに思われる方もいらっしゃると思います。まあ、今日はですね、もうカジュアル編です。私も365日スーツを着ているわけではなくてですね、まあ、やっぱりこうカジュアルで過ごす日も多いです。まあ、私はもともとスタイリストを目指して上京してきた身なので、まあ、カジュアルファッションが大好きなんですよ。まあ、そんな私もですね、洋服がこう入れ替わり立ち替わりしながらも、このアウターだけはなぜか何年もずっと残ってるなっていうアウターがあるので、まあ、今日はそのアウターを紹介したいと思っております。このようにこの動画ではメンズファッションをかっこよく着こなしたいという方に向けて発信しておりますので、ぜひ興味のある方はチャンネル登録をお願いいたします。それでは早速一つ目から紹介していきたいと思います。一つ目はもう大定番、ああこれかと思ってる、ね、動画変えないでくださいね。ぜひ最後までご覧になってください。バブアーですね。もうバブアーはもう今ものすごいこう流行ってますね。もう男性に限らず女性もバブアを着るっていう方もすごく増えてきているので、まあ私はまあようやくこれで英国のもうクラシックな、もう普遍的なファッションが日本にも浸透してきたのかというふうにすごく嬉しく思うんですけれども、まあ私が思うバブアの着方とですね、まあ日本人の着方っていうのは、まあ少しちょっとこう相違があるので、その辺もお話ししたいと思うんですけれども、私はまあイギリス大好きなので、まあ、イギリスにまあよく行くんですけれども、やっぱりねこのバブアの着方、本国の着方を見てると、まあ確かに本来そういう風に着るものだよねっていう風に思います。そもそもバブアはイギリスではもうどういう位置づけなのかというと、もうシンプルにもう普段着ですね。なのでおしゃれ着っていうよりかは、言ってしまうともう本当にこう、まあ、雨風をしのぐ洋服っていう感覚に近いです。最近はアップデートされてよりこうファッション的なニュアンスが強くなってきましたけれども、まあ、私はもう本来の着方っていうのはまずそういう着方があるんだっていうのを知っていただきたいです。私の合わせ方としては、このバブアはですね、決してドレスには合わせないです。もちろんそれをやってる方もいらっしゃいますし、まあ、それが絶対にダメだよっていうわけではないんですけれども、私は合わせないです。まあ、そういうふうに本来の着方に従って私は楽しもうというふうに決めています。私が今日なぜこのニットを着ているかと言いますと、今日ご紹介する4つのアウターはですね、私は基本的に合わせるのはもうインナーはニットです。なのでシャツだったりとかネクタイっていうのはドレスに合わせるっていうような着方ではなくですね、やっぱりニットのようなカジュアルなウェアに私はこういったアウターを合わせることがほとんどです。このバブアなんですけど、ちょっと色が珍しいというふうに思われた方いらっしゃると思います。私こうバブアはですね、まあ2011年に私はイギリスに住んでた時があったので、もうその時に毎日のように飲みの市に行ってですね、もう明後日はもうどんどんバブアをいろいろこう買い込んでいた時期があったんですけど、なのでまあロイヤルワラントが一つのものとか二つのものとか、結構日本では珍しいようないろんなこう型のバブア私は一時期持ってたんですけれども、まあそういったものも私はちょっとこう手放してですね、いわゆるシンプルなこうモスグリーンのビデールであったりとか、もういろんなものも持ってたんですけれども、私の中でまあちょっとなんかこれ着て毎日何人かとちょっとこう被るのはあれだなと思って、定番ものを少しずつこう減らしていって、残ったのはこれっていう、まあちょっと天の弱な私なので、まあ他の人と被らないものがいいなっていうふうに残ったのがこれになるわけですけれども、まあサイズ感も私はあんまりこうタイトなピタッと着るものではなくですね、程よくゆとりがあるものですね。まあこのぐらいのサイズ感が私はいいんじゃないかなというふうに思っています。日本の方はですね、こうタイトフィットがお好きなので、スーツであったりとかカジュアルウェア、もうほとんど全てにおいてこうタイトフィットで着られる方が多いんですけれども、それはですね、やっぱりこう若いうちだったりとか買った時はいいんですけれども、10年後もそのタイトフィットを好んで着ているかっていうと、私は意外とそうでもないと思うんですよ。なのでやっぱり私はこう一つのものを長く持ちたい、そして私と出会う方にも長く一つのものを持ってほしいと思うので、10年20年その先、自分の気持ちの感覚、自分の気持ちが変わった時に、まあそれでも、あ、10年前に自分このサイズ感買ってたんだ、背伸びしてたなっていうぐらいのものを私は
ぜひ選んでいただきたいというふうに思うので、これは一つの考え方です。今を楽しめばいいじゃんという方はもちろんそれでいいんですけれども、私は一つのものを長くずっと付き合っていただきたい、いきたいと思う人なので、まあこういうふうに私は選んでいます。私の中でバブアーのイメージというと、やっぱりこう待ち切れ、こうちょっと小切れに着るっていうよりかはカジュアルな機会で着るアイテムだと思っていますので、まああんまりこう小切れに着ずにですね、もうさらっとこうガバッと着てきましたっていうようなぐらいのものが私はちょうどいいんじゃないかなというふうに思います。これもですね、もう買った時からなんですけど、ここがもう破れてたりとかこうするんですよ。もうひどいもんですよね。まあ古着なのでこういうことは全然あるんですけれども、こういうのもまあ私は全然いいと思っていて、まあちょっと時間見つけたらこう当て布してこうちょっとミシンで叩いたりとかしてこう修理していこうかなというふうに思ってるんですけども、そういうふうにして着るのもまた一つの味なので、私は一つのものをそうやって楽しむっていうのを私はお勧めしたいです。一つ目はバーブアでした。それでは二つ目ですけれども、二つ目はですね、これも大定番、ラベンハム。ラベンハムです。ラベンハム、私はまあ以前の動画でスーツに合わせてはいけないコートということで、まあキルティングのコート、まあキルティングのコートというと要はラベンハムだよねっていうふうに思われた方もいると思います。なので私はこうラベンハムは、なんかこの人ラベンハム嫌いなのかなっていうふうに思われた方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、私はスーツに合わせない方がいいっていうふうに言ってるだけで、まあこのラベンハムは私は大好きで、いわゆる定番のキルティングのものも持っていますし、これはこうツイードのものですね。まあこれは別注のものなんですけれども、こういったツイードのものとかもすごく私は愛用しています。なんか雨が降ったりとか、まあちょっとパラパラーっと、ちょっと小寒いなぐらいの時にちょうどいいんですよ、これは。はい、着てみました。こんな感じです。私はこのラベンハム、何が好きかと言いますと、程よいカジュアルさと、やっぱりもともとは貴族の乗馬服から着ているものなので、こうどことなくちょっとこう気品を感じるっていう点がありますね。なので私はまあそういった意味で、まあこのバブアーと比べるとこのラベンハムというのは気持ち上品な雰囲気になります。なので私はまあそれはもちろん、これはまあちょっと言い方変ですけど、野良着のような感じでもう外にもうフラッと出ていくときにこう割と私は着たりするんですけれども、これなんかでしたら普通に街に着ていってもいいと思いますし、そういうふうにですね、こう着分けすることもすごくいいと思います。シーンに合わせてこう着ていってもいいと思います。2つ目はラベンハムでした。3つ目は何かと言いますと、3つ目はこれも大定番、グレンフェル。グレンフェル自体はもういろんなたくさんのアイテムを出しているので、グレンフェルのこれだっていうわけではないです。まあ、ですが、まあグレンフェルイギリスのブランドですけれども、やっぱり普遍的でいつの時代もですね、まあ、本当に変わらないものづくりで、カジュアルな雰囲気もありながら、この英国らしいこう独特なこう静けさというんですかね、この着てる人のなんかつつましさというか、もちろん私はイタリアのブランドのものも持っているんですけれども、イギリスのブランドで好きなところはそういう部分ですね。こうおしゃれ合戦の中にいないというか、その渦中の中で、わあ俺がかっこいいんだ、お前よりかっこいいんだっていうものではなく、もうただこれが気に入ってるから僕着てるんですっていうような、このナンバーワンを争うわけじゃなく、こう本当にこうオンリーワンでこう時代に流されないものを作りをしているっていうのは、私やっぱりイギリスの洋服にすごく共感するところですね。このグレーフェルもちょっと古いものなんですけれども、これもですね、私は結構気に入ってこうフラッとカジュアルに着ることが多いですね。程よいやぼったさがありながら、今の時代でも通じるこうおしゃれさというんですかね、ちょうどいいカジュアルさですよね。私はこのあたりのアイテムは本当に好きですね。3つ目はグレンフェルでした。そして最後の4つ目です。この4つ目のコートはですね、私が一番長く付き合っているコートです。私が多分18歳ぐらいの時に買ったコートですね。で、本当に私は気に入っているコートで、これは絶対一生付き合うだろうというふうに確信しているコートです。もう何かと言いますと、ダッフルコートです。ダッフルコート、グローバーオールのですね、ダッフルコート、私はおすすめします。まあ、ダッフルコートお好きな方は好きですけれども、まあ、あんまりこう馴染みのない方でしたら、ああ小学校の時に着てたなっていうふうに思われる方もいらっしゃると思います。まあ、私も小学生の時に着てたので、18歳の時に私はまさかこうダッフルコートを自分が私服で買うことになるとは思いもしなかったんですけれども、まあこのグローバーオールのダッフルコートは本当にかっこいいです。このダッフルコート、これ本当に1枚ですよね。裏地も何にもついていない、シンプルな作り、もう袖の裏地もついてないです。ですけれども、とてもあったかいです。私はこう一時期数年前ですね、ダッフルにものすごくハマった時がありまして、その時にこう結構何着もボンボンボンと重ねて
こうダッフルいっぱい買ったんですけど、なぜかその辺で買ったものって全部こう私の手元から離れていてですね、やっぱり最後に残ったのはこの子だけだったんですよ。もうその時に、あ、やっぱりこう普遍的なもの、もう間違いのない形、間違いのない色、そして間違いのないブランド、もうこれがやっぱり一生残るんだなっていうふうに確信しました。ダッフルはこんな感じですね。私の中でこのサイズ感とこの肉感ですね、もう120点でさすがグローバルっていうふうに私はすごくこう感銘を受けるものなんですけれども、このダッフルはやっぱりこう冬の匂いがしますよね。こう冬になってちょっとこう、まあ、関東のところも雪がちょっとパラパラって降ってきたりするときに、私はよしダッフルを着ようというふうに思いますね。もともとダッフルはね、漁師の服なので、こういう水気のあるもの、例えば雨であったりとか雪であったりとか、まあ、そういうシーンでやっぱりすごくこうイメージとしては私は映えるアイテムだと思っています。今日ご紹介した4つのアウター、私は何も居合わせてなかったんですけど、気がついたらですね、全部メイドイングランドでした。もうこれはわざとじゃなかったんですよ。いろいろ考えて自分のクローゼットで定番のアウターないかなと思って考えてた時に、あ、これとこれとこれとこれだと思って選んだら全部イギリスのものだったんですよ。まあもちろん私がそれはもうイギリスの服が好きだっていうのももちろんこうあるんですけれども、まあその中でですね、この本当に普遍的、もういつの時代も変わらないかっこよさっていうのがやっぱりこのイギリスの服にはあります。私ももちろんイタリアの服ももう好きで、もういくつもたくさん持っているんですけれども、イタリアのファッションっていうのはまあどうしてもやっぱりこうサイクルがありますよね。なので私としてはもうこれは2つ分けているんですけれども、おしゃれを楽しみたい、もう今日はデートだからちょっとファッショナブルにおしゃれに行こうっていう場合は、もうイタリアのファッションのようにこう思いっきりファッションを楽しんでいいと思います。ですけど、例えば普段にさらっとちょっとこう街に出ようかなとか、フラッと出歩いていこうかなっていう時に、私はこのあたりの4つのアウターはバッチリハマると思います。そして本当に例えばまあ何歳でもいいんですけれども、まあ例えば20代の時に買っても、例えば20年後もあ、いい服だったなこれっていうふうに思うと思いますし、年齢を問わずずっと着続けることができるアイテムなので、私はですね、まあこういったものをまずはベースとして持っていただく、まずは基本としてこういった普遍的なものを持っていただいた上で、その中でファッションを楽しむっていうアイテムっていうのが週に1回2回とかっていうものをポツポツとポイントで増やしていくっていうのが、私は間違いのない洋服の選び方なんじゃないかなというふうに思います。以上です。動画が面白かったという方はですね、グッドボタンお願いいたします。あと私のホームページの中でですね、ザ・ブックというコラムを書いておりまして、その中で、まあ、洋服の正しい着方だったりとか、まあ、歴史から基づいた洋服のあり方などについて詳しく書いておりますので、ぜひより洋服のことをもっと知りたいという方はですね、概要欄に貼っておきますので、ご覧になっていただけたら幸いです。それではまたアップいたしますので、よろしくお願いいたします。どうも、ありがとうございました。